セス2世っていう、エジプトなんかさ、世界一周出て初めてだよね、こういう、相性が良くないんだと。相性が良くない。ただいま時間は朝の3時半です。アブシンベル神殿に行ってきます。そこから3時間ぐらいかかるので、暑くなる前の出発になります。無事船を渡れました。ここから車に乗り換えて行きましょう。レッツゴー。到着しました。3時間半ぐらいかな、爆睡してたなね。首やられた、首やられたこんななってた今からチケットを買ってアブシンベル宮殿に入場したいと思います。時間が2時間ぐらいしかないから、サクッと見てやりましょう。肝心なこれは書いてない。チケット買いました。大人1人415ポンドでした。すぐ向こう側はスーダンです。これはラムセス2世っていう、エジプトじゃ超有名な王様ファラオ4体カッと並んでいる、めっちゃ自己顕示欲の強い神殿。同じ人ってこと？全員同じ人で、左からこっちに行くにつれて青年期で老年期ってどんどん年取ってるらしい。でここはもともとは別の場所にあったんだけど、1960年代ぐらいにダムを作る建設がアスワンであって、それによってこれが水で流されてしまう危険性があると。これって国だけの問題じゃなくて、世界的な歴史的建造物は残すべきだよねっていうことで、ユネスコに声をかけて、これを全部そのままここに移動してきた。でそれがきっかけで世界遺産っていうものが各国にあるこう受け継いでいきたい歴史的な文化的な遺産は残していこう、守っていこうっていうことで世界遺産が作られたきっかけでもある場所。はあ。ちなみに周りにいるちっちゃいのは奥さんとかお母さんとか子供たちらしい。さあ20メートル以上あるらしいんだけど、これ自分の銅像20メートル以上のでっかいの4つも建てるかってじゃあ中行ってみようか、はい、これは奴隷たちが描かれた絵ですね。首がつながれてる。光が差し込む年に2回だけ料金がかかるんだけど、これ一つ一つが違う神様で、多分一番左が闇の神なのかな、でここの闇の神にだけ光が当たらないように設計されてる。うわすごいな。昔の技術すごくない？でまんま同じようになるように移設したってことでしょ？そうそうそう。から入り口を指すと。ラムセス2世が、今のトルコ、当時のヒッタイっていう国と戦ってる。このラムセス2世が乗っている乗り物がチャリオットって戦車だ、そう呼ばれていて、世界最古の乗り物みたいに言われているらしい。なんかさっき見たヒッタイとの戦争が終わった後に、実はそのラムセス2世はそのヒッタイトと講和条約、平和講和条約を結んでいて、世界で一番古い平和講和条約が結ばれて、その内容がここに刻まれてる。平和の象徴なわけね。こっちの大きいやつの隣にちっちゃい小シンベルがありますので行ってみます。これ移設した時に岩を切って持ってきたから山ごと持ってきて、すごいよな、切れ目があるもんね。奥さんのために作られたから、奥さんの顔なのかな。もう9時になってきました。結構ツアー客が来てガラッと人の量が変わりました。さっき来てよかったね。さっき静かに見れたもんね、いやすごい見事だったね、なんか壁画がすごかった。この銅像っていうよりかすごい細かいし、メッセージ性もすごい伝わってくるし、そして遊戯王の世界がまんま。そうだね、見応え十分でした。これぐらいね、朝来れば暑くないし、人も少ないし。そうだね、戻ろっか。戻りましょう。ソウル行きのチケットがちょっとあまりにも外国人と価格が高く、ちょっと迷っているわ。もう買うしかないよ。そうだね、ちょっと買ってくるわ。買いました。よかった、ありがとう。しかもなんかドルがねとかユーロないのとかってポンドで受け取りたがらないのすごい。で、ポンドでって言ったらなんか謎のレートを出されて、いやいやって言ったら正規レートも、そこから釣りがないってで、釣りも最終的には出してもらう。ちょいちょいうざい。まあ基本少年が腐ってる国、少年が腐ってる。なんかインドみたいに可愛げがないよね。ああごめんごめん、そうだよね、ごめんねみたいになるじゃん、インドだったら。ああみたいな、知ってんのかみたいな感じ。でもいくらで買えた？1240、1240で買えたから、本当にピタピタの40ドル。アスワン駅の中こんな感じでした。スコチケット売り場で一番右足が外国人専用でした。じゃあ Thank you シクラン Thank you バイバイ。なんとか乗れました。なんとか乗れた。ちょっと疲れるわ。疲れるな。いや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 。でもこの買ったおっちゃんはめっちゃ優しかったから最後に使われた。おっちゃんがエクストラで具をたくさん入れてくれた。クレープみたい。クレープ的なホットドッグ。中にソーセージが入ってます。美味しそう。これ55ポンド。大体300円しないぐらいかな。チーズとね。ソーセージがたっぷり入ってるわ。ソーセージたっぱいぐらい入れてくるから、狭くてこんな感じ。ただ足伸ばせてる。電車はのこのこと進んでおります。エジプトは未だに好きになれておりません。果たしてルクソールで逆転はあるのか。いかにはい、到着しました。ルクソールの駅前です。なんとか結構立派だね、ルクソールレールウェイステーション。なんでやねん、なんでやねん。たかし？マジで？たかし？アイムタツ。あ、ユーはたかし。オッケー。東京、大阪。東京。東京？横浜。横浜？分かった、分かりました。めちゃくちゃ暑い。体感30度以上あるな。空気が止まってる感じするわ。インドだな。到着しました。今日泊まるお部屋です。とても綺麗でいいんじゃないでしょうか。ちょっともう8時ぐらいだけど、ちょっと街をぶらっとしてみましょうかね。あ、紙切れとかある。いいや市場だね。めっちゃ盛り上がってるけど、もうエジプトは嫌だ。エジプトを脱出したいんじゃ。なんかさ、世界一周出て初めてだよね。こういう相性が良くないんだと。相性が良くない、圧倒的にエジプトの相性が良くない。早く脱出だ。こういう時はね、何？お金を使ってね、イライラしないサービスを受けるのが一番だよ。わかりました。高級レストラン行くか。まあなんか移動とかさ、別に宿に頼んでさ、プラスで取られてもさ、全然、そうだな、いいじゃん。寝よう。今日はルクソールを丸一日観光しようと思っていて、日本語が話せるガイドさんにもう一日お願いをしたので、いろんな王家の谷とかルクソール神殿とか、こう有名どころばっかりになっちゃうけど、そこ一日回りたいなと思います。いや、まだ朝だから涼しくて風があって気持ちいいね。オベリスクの巨神兵のモデルとなったただの像なんだけど、ちょっとテンション上がっちゃっ